ますって言ってたので、待ってくださってた方はお待たせしました。何時頃配信って言ったら帰る時間バレちゃって、防犯上良くないのでちょっと何時からとか言えなかったんですけど、帰宅後即配信ということでお待たせいたしました。こんばんは。やっほー、めっちゃ暑い、このお家めっちゃ暑いです。これの出番が来た。早速帰ってきてびっくりしました、暑くてね。今日暑いですね、雨だからだ、ムシムシしてます。めっちゃ明日はリコチとマイキューさんの生誕祭があるので早く寝なければ。うわー、こんばんは。そう、雨なんですよ、めっちゃやだ。こんな真正面から扇風機当ててる人いないよね。こんばんは。たかしんさん、ちつさん、しんいちさん、ふくちゃん、Z さん、ちんだいさん、ぜーたん、おみかんさん、もりもりさん、ヒーローさん、こうさん、そいからさん、ジャクソンさん、クックさん、しゅんぼうさん、くろさん、ギフトありがとうございます。サッタン、お断りです。真空券さん、ミキヤくん、ひろし BKK さん、いっちゃん、台湾ジョジョさん、にしさん、さとこさん、ひろし BKK さん、かめさん、かえでさん、くろさん、かずやさん、こうじさん、ゼットさん、かえでさん、じーつーさん、ねむねむ顔文字さん、まるさん、BD マンさん、じんだいさん、ひろっちさん、いっちゃん、しんいちさん、まくーるさん、くわどりさん、わうわうさん、はるさん、大吉さん、スカイホエールさん、コナンさん、よしかずさん、としきさん、ありがとうございます。ねむねむ顔文字さん、お断りです。栃木のすーさん、お断りです。つぐさん、アルテミスさん、おみかんさん、フレーベさん、ありがとう。カジノフンテンさん、お断りです。こんばんは。クロさん、バラありがとう。こんばんはです。こんばんは。明日はきっと暑い、きっと雨でムシムシ暑いと思うので、ポニーテールしようかなと、主役と被らなかったらポニーテールにしようかなと考えています。明日の公演は。ナルシさん、フクちゃん、ノギンさん、リョウヘイさん、スカイホエールさん、オサティさん、ありがとうございます。体調悪いの出していけない、うん、大丈夫。なんかもう体調不良の人めっちゃ続出してません？続出してない？メンバーもファンの方も、なんかファンの方も体調悪い、悪めじゃない？結構ここ最近ね。私は今のところ元気なんだけど、なんかもうツアー終わったあたりからみんなやられてませんか？フィリップさん、バラありがとう。ニシアン、ハート、しんいちさん、ギザギザビート、イムケンピさん、ギザギザビートありがとう、ありがとう。シュンさん、お疲れ、ありがとう。絶好調。そう、メンバー結構喉痛めてる子が多いです。そうなの。フィリップさん、カビン、ワッチさん、ハト、アオイさん、カビン、ありがとう。メビウスさん、ハト、ありがとう。ね、お、絶好調ですか？いやー、あのアイス食べた？あのアイス、朝のアイスですか？朝の配信で見せびらかしたアイスは1個だけ食べました。1個は置いてきた、実家に。あとね、お土産持ってきたよ、お母さんがくれたお土産。じゃーん、これくれました。なんかね、2個くれたの。あ、3個くれて1個食べたから2個なんですけど、これはソタロウに1個あげます。これは名古屋のお土産らしい。名古屋の土産をこれ
これも名古屋土産かな。これももらいました。鶏手羽味、初めて見た。これと、あとこれももらいました。これ大好き、これ美味しいです。これめっちゃ辛くて美味しい。台湾ラーメン味のベビースターも何袋 ?1,2,3,4 4袋もくれました。それで昨日ばあちゃん家でかりんとうをもらって、で今日道の駅でみかん買ってもらった道の駅に行ってね、ちっちゃい頃から行ってる、なんて言うんですか、かかりつけじゃなくて、なんて言うんですか、もう馴染みの、もう昔から行ってる道の駅に久々に行ったら、めっちゃなんか新しくなってて、行きつけでもないけど、ちっちゃい頃からよく行ってた道の駅に行ってみかんを買ってもらった。イエーイ。そう、楽しみ、食べるの。かずきさん、ギザギザビート、フッチーハートありがとう。こんばんは。お、餃子定食さんと対戦しました。餃子定食さん、餃子定食さんには会えなかった。私よりみんなの方が一並べで合ってますね。あと服を買いました夏服を買いましたよ今日は。なんか朝長崎を出発して、でおばあちゃん家を経由して、おばあちゃん家に寄って、それからお母さんの運転で帰ってきたんですけど、広島途中まで送ってもらって新幹線で帰ってきたんですけど、もうね、渋滞しすぎて、もう途中からもうやばいやばい、もうギリギリ新幹線の時間ってなって、高速に乗ってもらって申し訳ない。お母さんはまだ帰ってる途中だし、申し訳ない。私が帰省するたびにお母さんは夜遅くに長崎のお家に到着するから、もう罪悪感、もうごめんなさいってなる。今日も新幹線で乗るときに泣いてしまいました毎回泣いちゃう、寂しくなっちゃうんですよ。またね、泣いちゃいました。お母さんに寂しいって LINE したら、ソラハさんが待ってるよってソラハさんが広島で待ってるよって返信が来ました。だからおもろくて笑顔になったね。そうなの、もうなんか私のことを分かってるお母さん。今日はね、大阪でリリーベがあったんですけど、なんとびっくり、私も知らなくて SNS で流れてきて知ったんですけど、なんと握手会が手袋なしって聞いて、おって、これは大歓喜なのではと思いました。皆さんね、そう、素で、なんかさ、みんなさ、手袋なしですとかじゃなくて素ででしたみたいな書いてさ、いや、素でって言い方面白いなと思って。ね、素で握手会らしいですよ。地肌と地肌の触れ合いらしいよ。だから12日の広島と7月の愛媛では、私の皮膚を、やばい、乾燥肌だし、手汗かくからもう大変だよ。そう、4年ぶりとかですね、4年ぶりの握手会、4年半ぶりとかかな。楽しみです、よろしくお願いします。ソタロー楽しかったって言ってました。お、じゃあ感想聞いとこう。明日公園で会うメンバーに明日は聞いてみますね、感想握手会。
張しちゃう。逆向けとかできてたらどうしよう、気まずい。マイカーポーズ決めとくように言ってください。マイカーポーズ確かにない。マイカーポーズなんかいつもこんな運転してるポーズとか、マイカーポーズないですね。瀬戸セブン、瀬戸セブンポーズと瀬戸マイクポーズはあるけど、マイカーポーズなんだろうね。 M ノースリーブみたいな。のぶろうさんハートありがとう。何ですかね。まあいいか。リーダーに決めてもらわないとね。みつさんギザギザピートありがとう。こんばんは。今日さ、あの実家の電気がなんか薄暗電気なんですよ。なんかちょっと黄色みがかってるというか暖色系のライトなんだけど、前はもっとねなんかもうオレンジ、もうザオレンジみたいな、もうメイクしようと思っても何色か分かんないってぐらいのオレンジだったんですね。でさすがに変えてほしいって、もうなんか目がチカチカして落ち着かないって言って、そのリビングの電気の色を明るくしてもらったんだけど、それでもなんかちょっと薄暗くて今日ちょっとチークが濃いですね。なんかもうどれくらいついてるかわからないんですよ、私の実家の電気でメイクしたら。そう変えてもらったんだけど、ちょっとねまだ赤みがかってて難しい、攻略できずにいます。こんばんは。ね、明るい電気がいい、白い電気がいい。だから私間接照明とかで生活できない、無理です。そうピンクなの、ほっぺたがポテポテなってます。レネさんキザキザビートありがとうございます。あとね聞いてほしい、昨日一昨日か一昨日のメール、おはようメールでさ、あのコテ髪の毛巻くコテに人見知りしたみたいな書いて、後になりませんようにって言ってたじゃないですか。なっちゃった。なんかほくろみたいな、見えますか、ほくろできちゃった。最悪です。いっちゃんレインボースターとラブレターありがとうございます。みかほしんごさんタコありがとうございます。タコそここうこうやってね、こうやって巻いてる時にこうやって当たったんですよ。だからもうなんか気づかなくて、全然気づいてなくて、で昨日なんか保湿のクリーム塗ってる時に手が当たっていてみたいな、なんかヒリヒリして見たらなんか皮膚が盛り上がっていたね。え最悪です。冷やしたのに保冷剤で、結構私しょっちゅうやけどする。やけどしちゃう。としさんアイスありがとう。おっさんハート、クロさん小判、クワドリさんギザギザビートありがとう。おみかんさん回復薬ありがとう。そうこれもやけど、これはでもなんか治ってきた。1年前にやけどしました。これこれは1年前に東京の泊まりの時にホテルでスマホをなくして探してる時に置いてたヘアアイロンに当たってできた、ジュッてできた。でもだいぶ消えてきた、だいぶマシになりました。そうだよ、おっちょこちょい、もうおっちょこちょいなんだから私って。でもお尻にいるっていうから気をつけてください。アイスレモンさんバラありがとう。
ね、これなんかもうほくろが2個になった。ここにも1個あって、同じじゃない？濃さがほくろがダブルになりました。イエイ。もう思い切って謎の大三角形みたいなやつ作ろうかな。何ですっけあれ、大三角形、北斗七星、何ですっけ、なんだっけ、あるじゃん、なんか作っちゃうか。マリオ2さん、ハートありがとう。こんばんは。ジロ君お断りです。メロンのあそこさん、だるまありがとう。パセリの大三角形、なんかモサモサしてそうや。パセの大三角形、りょうちゃんお断りです。ジンダイさん、アイスありがとう。フライパン触ってやけどした。ねえやばい、推しに似てるじゃん、気をつけて、冷やしてね、ちゃんと。私も冷やしたけど冷やし足りなかったからちょっと残っちゃった。ブンさん、ギザギザビート、うっかりあんこさん、お断りです。しんいちさん、お断りです。今日なんかみんな断られたがり、断られたがりの土曜日なの。ケンケン、ギザギザビート、ゆたパパさん、かわいい、ありがとうございます。パセリ座流星群、なんかブロッコリー流れてきそうよ。ひろやさん、ハート、むさん、だるま、ありがとう。ハンダコテを手に乗せたことある？ハンダコテってあのジュージュー鳴るやつでしょ？痛い、ハンダコテ痛い、想像しただけで痛い、眉毛がもうハの字になる。ステーキ屋の鉄板触ってやけどしたね、やばいやばいやばい。ハンダコテもう一人いるね、ハンダコテ仲間作らないで、やだ。はっちゃんボイスありがとう。あるあるなんですか、ハンダコテ。いてるな。今日はね、夜ご飯明太子となんかサバが入った博多バージョンの黒弁みたいなのを食べた。のり弁の上にサバの塩焼きとちくわの磯辺揚げときんぴらと明太子が乗ってるやつをね、駅でお母さんと買って、一緒に食べれなかったから新幹線で食べました。もう本当は夜ご飯一緒食べようって言ってたんですよ。でも道が混んでてギリギリになっちゃって、もう30分しかないみたいな、新幹線の時間まで30分しかないから、もう博多駅もめっちゃ混んでて、今日ライブとかがあったのかもしれない、めっちゃ多くって人がね、どこの店も。もう無理だーって言ってお弁当買って、お揃いのお弁当買ってバイバイしました。悲しいね、土曜日だから混んでた、激混みでした。今日なんかあったの？めっちゃなんかライブ帰りみたいな人がいたんですよ。で新幹線でもなんか近くの席の人たちがめっちゃ盛り上がってて乾杯してて感想を言い合ってたんですよね。何だったんだろう今日は。一輝さん、だるま、こうさん、ギザギザビート、ゆうすけさん、ギザギザビート、ありがとうございます。とうかさん、行ってない、帰省してました。とうかさん今年はもう明日も行けないのでまた来年です。おりません。なんか私の昨日夜に長崎でテレビ見ながら、あ広島やと思ってあのツイートしたんですよ。そしたらなんか気をつけてくださいみたいな、私が
なんかその番組の名前が夜の巷を徘徊するみたいな名前だったんですけど、私がなんか深夜徘徊してるタグ作ってるみたいな、あのマヒナさんのさお酒のタグあるじゃないですか、そんな感じで私が深夜徘徊用のタグ作った人みたいになってて、なんか心配されててそう、あれ番組名なんですよ、あのマツコデラックスさんの番組なんですけど、そうなんかちょっと勘違いされてた、リプでやばいでしょネタかな、絶対ガチだよ、ガチだと思う。そう広島行ってた、途中から見たんよ、おばあちゃん家から帰ってきてテレビつけたら広島だった、おっ広島駅、そう広島駅のあの作ってる方々と記念写真撮影みたいなのやってて、おー、あるさん花瓶ありがとう、えマリンメッセで福山雅治さんのライブ、あそうだったの今日、じゃあそれかも、めっちゃ人多かったです今日博多駅、それかもしれません。なんか今度ね福山雅治さんの無料ライブがあるらしいですよ、長崎でやってたテレビで、今度新しいスタジアム、そうそうそう、すごくない、無料ってね、びっくりよ。なんか佐賀にもね新しいその会場できてて、大きいやつ、そこはもう終わったんだってこけら落とし、そう昨日お母さんが教えてくれた、ここはね新しくできたんだよみたいな教えてくれました。だからもうさ香川もできるじゃないですか、だからあちこちでどんどんそういう大きい会場が作られてる、ね、すごい、いや変わっていきますね。なんかまた畑が減ってましたよ、また畑が減っていた、なんかお母さんがずっとこの土地、今こう建物壊してこの土地にスーパーができるって噂だよってずっと半年前とか1年前ぐらいから言ってたとこがあって、で今日通ったらパチンコ屋さんになった全然スーパーじゃなかった。やっぱ田舎の噂話ってさ、噂が一人歩きしてると思いました。みんな信じてさ、それがどんどん回ってさ、全然違った。新幹線、西九州新幹線乗ってない、乗ったこと1回しか乗ったことないです、あの PR 舞台でツアーに行った時だけしかない、2回か往復でしかない、いや3回ある、3回でした、前お母さんと1回乗った、いつも車か電車かバスか。ひじひじさん小判ありがとうございます、こんばんは。クロさんボイスありがとう。愛媛にコストコができる、え最高じゃん、長崎にも欲しい、長崎ないんだよねコストコ、コストコちゃんないんですよ。なんかコストコのミニショップみたいなやつがあった、誰かが買ったやつを販売してる系のあるよね、そういうのスーパーとかで小売りで売ってるやつ。長崎行ったことないので次の旅行の候補、お行ってください、ぜひぜひです。なんかね、あの加藤志保さんがハトシロールを食べてるっていうサムネが流れてきたんですよ、
今日さっきX 見てたら、まだ見れてないけど、そうカトシがハトシみたいな書いてたところ、ハトシロール、私の大好きなハトシロールじゃんってなって、 YouTube だと思う、ちょっと見てみます。あ、これだ、日向坂チャンネルで加藤志保さんと小坂奈緒さんが長崎行ってる、長崎に行ってる YouTube が30分以上の動画が上がってる。これは後で見なきゃ。長崎ハトシ、ねえすごい、これは後で見ます、後で見るリストに入れときます。はい、入れました。そう、ハトシロールめっちゃ美味しいです。今回の帰省は長崎っぽいもの何も食べれてない気がする。なんか食べたかな、あ、ビワ食べました。ビワ、こんばんは。そう、ヘアピンしんちゃんです。ちょっと雨で湿気でやられちゃって今止めた、配信始まる前に止めた。モワモワになっちゃう、梅雨が来たら髪がモワモワになって嫌です。長崎行ってみたくなった。行ってください、長崎、何度も何度も行ってほしい。ファンクラブの動画30分以上あってまだ見れてない。ファンクラブの動画さ、もう長すぎて長すぎて編集してる間によく分かんなくなっちゃった。1時間あった。でもなんか、ああこのなんかこの話し方ちょっと誤解生むな、受け取り方がなんか説明不足で受け取り方によって誤解生みそうだなみたいな発言をどんどんカットしてたら30分削れて半分になっちゃいました。1時間あったけど、なんかね、その日がもう結構ヘトヘトだったんですよ。ツアー3公演の次の日朝早起きで、またその翌日の朝から撮影終わって撮ったから、もうなんか脳みそが寝てて、でこう編集カットしながら、うわなんでここの補足もうちょっとこれ言わないんだって思いながら、もうちょっとってなんでってなりながら、カット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 だから、また今度ゆっくり頭がちゃんと目覚めてる時に撮り直したいなと思ってます。同じような質問とかもまたね、なんかこう言葉をしっかり喋る、今もね頭寝てるんですよちょっと今日頭結構もう寝ててホワホワ状態なので、うまくなんか口が回ってないんですけど、今度またいい感じに撮りたいと思います。あるさん花束ありがとう。今も受け付けてます、質問、あの全然締め切りとかじゃなく一旦区切りで、マネージャーさんがこの日の分までまとめてますみたいな検閲をしてくださったので、今も現在進行中で募集中です。現在進行形で、もうなんか日本語が分からなくなっちゃった。ぜひ、でもね一問目からあのもう言っていいか、あのね質問動画の一問目が、質問がおすすめの香水ありますかって質問だったんですけど、そう香水使ってませんから始まるので質問動画としてのその何クオリティはもうそんぐらいの緩さでやってます
おすすめとかありませんみたいな感じで始まるから、あの何ですかね、もう眠れない夜とかに見てやるかぐらいの感じで全然ゆるく見れると思います。そう、香水使ってない。酔っちゃうんですよ、すぐ匂いで、人の匂いとかで。だから柔軟剤とかもあんまり強いのがダメで、そう、ハンドクリームも無臭です。もう全て無臭、何でも無臭がいいよ。ファブリーズも無臭、無香料みたいなやつ、だいたい無香料。なんか汗拭きシートとかも無香料、何でもかんでも無香料。無臭無臭、確かに握手会で確認してください。握手会でもしなんかめっちゃいい匂いがしたら、それは私じゃなくて前に並んでるファンの人の香水だと思います。パセじゃない、うわパセってイチゴの匂いがするとか思っても、それはファンの人がイチゴのハンドクリームとかつけてるかもしれません。私はちょっと、うん、無臭です。無臭無臭、あのハンドソープの匂いがする。今さっき手洗ったからね。うん、無臭。あ、確かに前のメンバーかもね。そっか、グループ握手会か。確かにそうじゃん。申し訳な、なんかさ、あの推しメン、ファンの方の推しメンが私以外のメンバーとかで、例えば A 子ちゃんのファンで A 子ちゃんと握手した後にポセリと握手して、はぁ A 子さんの匂いが消えてしまうとか思われるんでしょ。ごめん、そんな、もうちょっとごめん。パセリと握手する前に一回匂い嗅いでください。それはそれも気まずいか、こっちもなんかどういう顔したいか分かんない。あ、嗅いでるってなっちゃうお互い気まずくなっちゃう。千本桜さん、ミキヤくん、ハートありがとうございます。いやでも私の初握手会、ゆきりんさんと初めて握手会で握手した日は、もう握手した後、わあ本物だと思って、わあみたいな、こうやってその握手レーンを出たんですよ。私テントだったんですけど、テントの中にゆきりんさんがいらっしゃって、握手した後にこう出口に向かう時、わあって言って、そうやった瞬間に、やばい私今手嗅いでる人じゃんみたいな、そこで気づいた。肌から見たら絶対手の匂い嗅いでると思われてるって思って、そう、でもその時はただもうそういう感情が高まって感動してわーってなっただけなんですけど、そう、多分手嗅いでると思われた、恥ずかしいね、そうテントの時にだったから見られてはない、本人に見られてはないけど、周りにいた人からしたらもしかしたらね、そう思われたかもしれません。俯瞰で自分を見れてる、なんか確かに冷静すぎるかな。めっちゃ感動したの。あの私アイドルはテレビの中に住んでると思ってたから、小人だと思ってたんですよ。そう小人がねいる世界のなんか物語を見てるような気持ちでテレビを見てたんです、ずっと。だから実物大の人間がそのテレビの中に映ってるみたいなことを分かってなくて、そう分かってなかったんです。だからでしかもその立体的っていうのも分かってなかったから、私が初めて握手会に参加した感想は立体的だったってお母さんに言ってた。どうだった握手会って、立体的だったって言ったのをめっちゃ覚えてる鼻が高くて
そんな感じでさ、何も分からずに行ったから感想もなんかよく分かんない感想だったんですよ。本当にびっくりする、生きてるみたいな、同じ世界に生きてると思ってびっくりしちゃう。感動しました。何話したんだろう。でもさ、握手会って話すこと準備しても緊張して会話飛ぶじゃないですか。だから会話飛んで、なんか応援してますみたいなことを言った気がする、好きですみたいなことを言った気がします。多分押してますとか、多分そういう系のことを言ったと思う。めっちゃ緊張した。会話が飛んでからが勝負。そうか、分かった。今後気をつけるね会話が飛んだ時、こっからが勝負や、気合い入れ直すわ。何言ったんだろうね、全然覚えてない。こんばんは。あ、23時過ぎてた、びっくり。23時まで配信しようかなとか思ったら全然過ぎてました。15分まで配信したら終わろうかなと思います。明日も昼夜公演あるということで、早起きちゃうのでね、ゆっくり過ごそうかと思います。荷ほどきが待ってるよ。やだよ、荷ほどき、やばい、これ隠さないと。皆さん、今日の夜パセリがこれ食べないように見張っといてください。もう大変、こんなに食料がたくさんたくさんあるよ。どうする、みかんは食べてもいいか。びっくりした。なんかずっと音がしてると思ったんですよ、扇風機だった。私ずっとつけっぱなしだったみたい。電池もったいない、つけっぱなしでした、びっくり。なんかね、ずっと物音がしてるなと思ったんです。で、あ、今日外がうるさいんだと思って、たまにさ、あの外の音が入ったりするから、わ、今日も外からなんかめっちゃ音入る、やっぱこの家壁が薄いわとか思ったら違いました。私の扇風機がソファーの上で転がって音が出てました。違った、自分のせいでした。老人形さん、花瓶ありがとうございます。カレンナイボリーさんのライブでおもこいをカバーしてた。すごっ。おもこいってあのおもこいですか。すごっ。嬉しい嬉しい。そうなんだ。それ見れないのかな、どこかで。見たい。嬉しいですね。あのニアジョイさんも前暗闇やってたね。あゆみさんが暗闇を披露してたし、なんか他のグループさんが STU の曲やってくださるの嬉しい。この前 NGT さんが息をする心をしてくださってた、嬉しい。嬉しいですね。見れるの。おお、後で上がるかもしれません。おお、上がったらいいな。どうだろうね。また何かで会えるかな。なんかフェスとかですれ違ったりとかはあるけど、ね、どうだろうね。キョンシュさん、カビン、チンさん、ギザギザビートありがとうございます、ね、どうで
しょうか。今年の夏とかどこかで会えるのでしょうか。あー落ちた、ポテチが。ポテチ、ミキヤくんハートありがとう。ティフね、前もティフですれ違いました。去年かな、去年か一昨年だかのティフの時に入り口でお疲れ様ですってすれ違った。ポストさんボイスありがとうございます。 G2 さんハートありがとうございます。数量限定らしい。隠さないと今から。どこに隠そう、どこに隠す。これみんなのおすすめはどこ、どこに隠してますか。皆さんお菓子とか隠してないか、別に食べてるか。阿部寛さんレインボースターありがとう。左利きの招き猫さん、 DL さんハットありがとう。ダウンロード、お腹確かにお腹に隠したらいいね一番。そうしようかな、お腹に隠すか、それか明日の公園に持っていくバッグの中に隠しとくか、どうしようかな。隠したら忘れてしまう、わかる。私もずっと隠してる。あのシーフードヌードルがこの前発掘されました。キッチンの下の扉のところにさ、奥の方にシーフードヌードルを隠してたんですよ、食べないように。だこの前お掃除した時に発掘された。あーって、私が隠したやつやんこれって。でもまだ2ヶ月前とかです、最近です。そんなあの期限切れとかじゃない、まだ大丈夫です、全然大丈夫。これはいつまでなんだろう、いつまでに食べてたんですか。7月までだって、やばい、結構もうすぐじゃん。今年の7月までにこれを多分明日には食べてると思うから関係ないけど、まあ一応7月までっていうのをみんなに教えとこう。パセリがもし明日食べなかった場合は7月まで多分どこかに隠されてるから、多分あ、いや明日食べますねこりゃ13分でござる、ありがとう教えてくれて、感謝、お礼にあげるよこれ、これあげるよ。今配信見てくださってる方に一人一人にこう1枚ずつ渡したらいいのかな。そういうシステム欲しいね、お裾分け。だって手羽、鶏手羽味とか聞いたことないもん。甘辛い味わいにすりごまとブラックペッパーが美味しさの決め手らしいですよ。じゃーん、これでもいい、これも楽しみ。みかん食べるのもういっぱい。なんかあとね、なんかばあちゃん家に行ったらせんべい30袋入りみたいなせんべいを全部持っていきなさいって言われて、無理やり袋に詰められて持っていきなさいってめっちゃなんか怒られた。いや半分でいいよって、もう食べなよって言ったら、もう食べないから持っていきなさいってめっちゃなんか厳しく言われていっぱいせんべいを、せんべいとなんかお菓子をたくさんもらいました。うん、そうだからちょっとゆっくり食べていこうと思います。お時間です。わ、剥がしありがとうございます。こんばんは、剥がされたのでそろそろ従ってさよならしたいと思います。剥がしには従わないと、で禁になっちゃうからね。時間だね、終わりますね。明日は公演が終わってから配信します。なので今日よりは早いはずです。配信時間何時だろう、明日9時とか9時か10時くらいかな、明日配信時間。帰ってきたら配信したいと思います。ミッチーお断りです。
先に愛こじタクシーしちゃった。何やっとんねん。なんでやねん。なんでですか。ちょっとパセリのために初握手取っててください。新聞記者のトボヤさん、ハートありがとう。カズヤさん、ありがとう。スタンプありがとう。ちょっとなんでですか。どういうつもり。楽しみに待ってます。配信も握手会もよろしくお願いします。一番はパシカ、ありがとう。パシカ、みほとき頑張れ。忘れてたよ、ありがとう。忘れてた。頑張るね。頑張りますね。レオンさん、ハートありがとう。それじゃあ壇上タイムに参りたいと思います。壇上に行きます。行きます。13位おみかんさん、12位かずきさん、11位陣内さん、10位しんいちさん、9位かめさん、8位くわどりさん、7位ふくちゃん、6位阿部寛さん、5位わうわうさん、4位 Z さん、3位いっちゃん、2位台湾ジョジョさん、1位 G2 さん、ありがとうございました。皆様コメントとかたくさんかまってくれてありがとうございます。こっそり聞いてた方もありがとうございます。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。ありがとう。またね。